うん、皆さん、こんにちは、えー。松田敏夫でございます。えー、随分長い間ご無沙汰いたしましたが、えー、今日はですね、えー、まあ、世界にとっても、日本にとっても、 最も重要なですね、問題について、簡単明瞭にお話をしておきたいと思います。それは言うまでもなく、米中関係ですね。まあ、今、アメリカは中国に対して制裁関税をかけ、まあ、俗に言う米中戦争という状況にあるわけですが、ご存知の通り、 えー、まあ、アメリカの交換が中国に行き、中国の交換がアメリカに来る。これをですね、毎週繰り返しながら、あ貿易交渉が続いてるわけですね。えー、まあ、これがうまくいくというニュースが流れると株が上がり、うまくいかないというと株が下がるということが繰り返されてるわけですが、<laughs> まあ、それほどですね、米中関係ということは重要なんですね。アメリカは、あ世界一の、<laughs> GDP を誇る国ですし、中国はあ今や第2番目のお経済大国で、やがて数年のうちにですね、えー、アメリカを追い抜くだろうと。おまあ、こういう勢いですから、この2カ国の間がですね、激、え、尺、ー、すれば、つまりアメリカと 中国との間の貿易量が減ればですね、途端に日本をはじめ世界中の国に悪影響が出るということですから当然ですね、えー、まあ貿易交渉の良い,いニュースが流れれば株が上がり悪いニュースが流れれば下がると、株価が下がるというのはまあ当然のことですね。それはそうなんですが、重要なことはですね、これから米中関係はどうなるかということなんです。 で、端的に言いますとね、トランプ大統領はさすがにうまいこと言うなと思って、えー、最近感心したんですが、中国に対してこういうことを言いましたね。中国は30年間アメリカを利用し続けてきたと。もうこれは限界だと。 もう、もうこれ以上利用させないと。こういう、まあ、発言をしたわけですが、実にですね、えー、この米中関係、今までの米中関係をよく表してますね、えー。どういうことかと言いますと、中国経済はここまでですね、えー、まあ、 大事の経済大国まで持ってきたのは、これはもうアメリカだと言って過言ではないわけですね。えー、まあ、重貿易というのをアメリカが掲げて、この自由貿易のですね、メリットを得たのは中国で、デメリット、このおかげでマイナスになったのはアメリカ。つまり、アメリカがですね、えー、中国経済のここまでの成長を支えてきたわけなんですよ。 自由貿易という、この、うん、制度、アメリカがですね、世界に広めることによって、えー、アメリカ以外の国、日本も含めてですね、えー、まあ、世界の、大国になれたわけなんです。まあ、トランプの言う通り、確かにアメリカに支えられ、 できたわけですまあ、アメリカに言わせればですね、えー、まあ、利用されてきたということ、まあ、そういう表現をされても仕方がない、えー、のが現実なんですね。 で、トランプがもうこれ以上ですね、利用されないということはどういうことか、まあちょっと具体的にお話ししてみますとね、アメリカと中国との関係、それを端的に表しているのはですね、アメリカのドルと、それから中国の人民元なんですよ。 おこれはもう、ドルはアメリカの生命ですし、人民元は中国の生命ですから、この両国の生命関係がどうなっているかということをですね、知ることが、米中関係を知ることになるわけですね。では、今までの米中関係、ドルと人民元の関係はどうであったかと言いますと、これは、ドル人民元ペッグ制といいましてね、約1対7で、まあ、 固定相場のような状況なんですよ。まあ、固定相場と言っていいでしょうね。昔日本はアメリカに助けられたんですが、その時にどうだったかと言いますと、1ドル360円に、これ、固定されていたわけです。このことをペッグって言うんです。ペッグってのはまあ、早い話が背中に乗っかるというふうに考えればいいと思います。 ですから、アメリカがですね、まあ、アメリカというお母さんが、かつては日本を、まあ、官房をですね、背中に乗っけて、えー、そして、一、え、体、ー、360というドルと円との関係を維持してですね、えー、日本という子供を育てて、えー、やっと一人前になったんで、えー、このペグ製を外して、今のようにドル円相場、フロート製っていうんですがあ、市場によって売り買いされる、<laughs> フロート製に変えたと、こういうことなんです。 えー、中国とおアメリカとの現在の人ドルと人民元の関係を見るとお、未だにまだペッグ制なんですよお。つまり、アメリカというお母さんがですね、中国という子供を、子供を背中に背負ってですね、えー、歩いてきたわけですよ。おそれで、えー、もう中国の方が重くなってきちゃってですね、えー、お母さんはもう重くて重くて一歩も歩けないっていうのが今なんですよ。だからトランプ大統領はもう30年間背負ってきて重くてしょうがない。 ともう、まあ、言い方を変えれば、ですね、えー、もう親として、その中国の子供どもをです、ねえー、おんぶしていくことはできないよと。 おう、ま、30年間、利用され、続けてきたということは、裏を返せばですね、中国、重中国を背負ってきた。最初は軽かったんですが、今重くなってですね、もう背負えなくなったっていうのが現実なんですよ。じゃあ、これからどうするんだ、ということなんですが、今度は中国の子供の方がですね、大きくなって数年のうちに GDP でアメリカを越すわけですから、今度は中国がお母さんになってですね、アメリカという子供を背中に背負う番なんですよ。 ね。で、この、これがですね、これから起こってくる米中関係なんです。このことをちょっと頭の中に入れとかなきゃいけない。つまり、その、今まで、えー、アメリカの子供であった中国はこれから今度はアメリカの親になって、えー、アメリカが子供になって中国の背中に乗っかると、こういうことなんですよ。えー、子供が親になるっていうことは、これはね、改革じゃなくて革命なんですよ。 で、えー、この革命が起きるとですね、ありとあらゆる分野でですね、革命が起きる、えー。それがですね、いつ起きるかっていうのは2020年に起きるんですよ、えー。そのことについて詳しくですね、ちょっと手前味噌になりますが、こういう本を4月の、確か2日だか4日だかにですね、出版して出しましたんで、えー、ぜひこれを読みください。これを読んでいただくとですね、えー、この革命とは何かということがよくわかります。で、これに対してですね、まあ革命が起こる のはもう間違いないんですが、今度は革命が起きた後ですね、えー、この、うんまあ、革命の被害を、革命が起きれば必ずいろいろ被害が起きるわけなんです、ですからこの被害をですねどのようにこの回避するかということが非常に大事でして、うん、このそのこともですね書いてありますから、ぜひここを見ていただきたいんですがね。 えー、ここに、これを見てください。えー、こういうふうにですね、うん、この2020年にこの大革命を受けるわけですが、このリスクを回避する。そのためにはですね、どうしたらいいか。このフィッシュフォートポリオと。 を書いてありますから、えー、今持ってるものを売って何を買ってどういうふうにして対処したらいいかということも書いてあります。えー、何でもですね、革命であろうと変化であろうと、変化は儲けのチャンスなんですよお。この変化革命によってですね、今まで持ってるものが水縄になって効いてなくなってしまう人もいればですね、えー、この革命を上手にチャンスと正気と捉えてですね、そこでまた一点飛躍する人と、この世の中には二通りの人しかいないんです。 でこの革命を生かしてですね大飛躍する人のことをエリートって言うんですでこの革命大変化によってですね、うん、お釈迦になってしまうことを非エリートエリートではない人っていうことなんですですからこの本をですねじっくり読んでいただきますとエリートになれるという、まあ、手前味噌のお話であります えー、どういう風にして買ったらいいかって言いますと、次から次へと恐縮ですが、えー、ここへアクセスしていただきますとね、えー、この、うん、小冊子、100とび7号というのが買えるわけです。うんまああ 安い投資ですから、えー、この一冊でですね、えーうん、非エリートからエリートになれたらですね、えー、金には変えられない利益になると思うんですが、まあ、あうん、軽い気持ちで読んでいただくとですね、えー、決してそうにならない皆さんの得になるお話だというふうに思っております。えー、くどいようですが、アクセスはここです。えー、ここへアクセスしていただいて、えー、この小冊子、役富7号と。 こういうのを買っていただきますと、これから起こる大変化に、えー、飛躍して、えー、大金儲けができるという、こういうまあ,あ嬉しいお話でございます。では今日はこれで失礼させていただきます。